ンドラムがいいボールの反応をした。そしてアリウープからマカドゥ、ベンドラムに橋本もよくついているが、ベンドラム今日はオフェンス能力いかんなく発揮し、渋谷はちょっと解き上げられてませんからね。うん、ここでようやくベンドラムのシュート決めました。ベンドラムに対してはテラゾのベンドラムのアタック、このペイントアタックがあります。ジャンパー、うん、ここはベンドラム連続できましたね。同点です。こう効いてくるんですね、後半になってね。はい、そして自分もリズムに乗ってくると思います。ペリメーターのショット、ベンドラム来ますね。ポイントね、そうですね、はい、ベンドラム、これを決めていきました。スリーポイント決め直します。ここで高橋から、あ、裏ナイスパス、空いていた、ナイスプレーですね。ベンドラメ外から打ってこれを決めていきます。しっかりと、はい、残り時間がもう間もなく30秒切りそう。ベンドラメバンクショット決める。ハイロー石田、ベンドラメこれが決まりました。ベンドラメに橋本がつく。ベンドラメよく見た、今顔で上の上からベンドラメ、ベンドラメここから打って、いや決めていきます。ここもよベンドラメがよく見ていた、そして決める。タイムアウト北海道。ベンドラメここから打って決めていきました。ボールで1点差、点差は1。うわー、ここベンドラメ狙っていた、アウトナンバーなっている。西野外から打ってこれを決めていきました。今日のゲーム拮抗したクロスゲームになっています。ベンドラメ入ってチェンジオフベースをしてから、ベンドラメ、おっと今松下が今押していましたか、エンドワン、なかなかここも簡単には運べません。あっと、そしてベンドラメ、このライブターンオーバーからベンドラメそのまま走って決めていきました。この高橋にリリーマークについていた、ベンドラメのペイントアタック、外に出すハレルソン、2本連続でスリーが来た。バンズ井上、井上、いいと思いますよ。高橋来た、ベンドラメ下がっていく、久保田がついています。ここでマカドゥ決めてきました。ベンドラメ外に出す、関野のコーナースリー、さあしかし戻りも早いです。ティルマンに対してですが、ベンドラメティル、ベンドラメ外に出す、タワタリのスリー来ました。タワタリただスリーポイントで同点というシチュエーションですが、石井がここからスリーを打って、これが決まりませんが、リバウンドを押し込んだ橋本がつく。ボールをより回していこうという北海道、ただベンドラメ今日は当たっている、ダブルクラッチ、この1本も沈めて3点取れてしまいました。4点差、あっと後ろが倒された、そのままベンドラメ、これは